はい、そんな感じです。今回は今絵を描いてる人、デジタルでもアナログでも皆さんが一度は思うことだと思います。自分のホームページ作りたいなと思ったこときっとあると思うんですよ。僕もあります。ただホームページ自分で作るのってめちゃめちゃ難しいので、これまで自分で作ろうと思って諦めた人たくさんいると思うんですよね。自分のホームページがあるっていうのは絵描きさんとしてのスタンスもやれることもかなり違ってくるんですよね。そこで今回は簡単でかっこよくてオリジナリティのある機能性の高いポートフォリオを無料で作れるサイト、クロスフォリオで実際にポートフォリオを作って紹介していきたいと思います。よろしければ参考にしてみてください。クロスフォリオは作品をまとめて見やすくするポートフォリオの作成ができるサイトですね。そもそもポートフォリオとは何ぞやっていう話なんですけど、簡単に言うと自分のイラストをまとめた作品集みたいな感じですね。自分のイラストでお仕事を受けてみたい、マネタイズしてみたいと思ったら、イラストをまとめた作品集があった方が見る人、お相手の方にもわかりやすく伝わるので、絵描きさんにとってこんな絵が描けますよっていう名刺代わりになる、それがポートフォリオなんですよ。で、イラストを載せてる SNS とは別にポートフォリオを作っておくと、見る人が見たら絵描きさんとしての意識が高い印象を受けますし、新規クライアントへのアピール獲得にもつながりますしね。あと趣味で絵を描いてる人もポートフォリオを作ることで自分自身の成長や作品の変化を振り返ることが簡単にできます。トップページはこんな感じで新着イラストなどが表示されて、投稿されたイラストにはいいねやコメントもできます。イラストの下におすすめも出てくるので、他の人の投稿から自分のポートフォリオへの流動もされるみたいです。個人でホームページを作った場合、知名度が高い人でないと閲覧すらされないので、自分の絵を見てもらう可能性が広がるのはありがたいですね。で、今見ていただいてわかるように投稿されてるのがデジタルイラストばっかりなんですよね。色鉛筆画のポートフォリオをここに載せてるのはおそらく今のところ僕だけだと思います。これは今ここのサイトだと逆に目立つと思うんですよね。このクロスフォリオの大きな特徴は、簡単にポートフォリオが作れる、トップ機能で自分のイラストをダウンロードや自家通販で販売できる、ファンコミュニティを開設できる、3つの機能が1つになったサービスで、ブースのような販売サイトやファンボックスのようなファンコミュニティなど外部サイトと連携させなくてもクロスフォリオで全て完結できる無料のサービスです。あともう一つ大きな特徴としては、 SNS やもうすでに外部の販売サイトやファンコミュニティを運営されている方でもそれらのリンクを貼れることができるので、このクロスフォリオで全部一本化できるんですよ。無料のサイトでここまでできるのは画期的だと思いました。では早速ポートフォリオを作っていきますね。登録自体はすごく簡単です。で、ここで簡単ポートフォリオ制作を選びます。これは後でカスタムもできますんで。次にポートフォリオ名を入れていきます。で、カテゴリーも選択しておきます。一番上に来るキービジュアルのイラストを貼って、指定された最低限の枚数のイラストを貼っていきます。で、次にテンプレートの色を選びます。はい、できました。登録から完成まで5分もかかってません。もうすでにいい感じのポートフォリオができましたね。さらにここからもっとイラストを増やしたり、テンプレートを変えたりとカスタムしてみました。完成がこちらです。パソコンでの作業が苦手な僕でも1時間ちょっとぐらいで簡単に作ることができましたね。僕はいろんなジャンルのモチーフを描いているので、カテゴリーごとに分けて見やすくしてみました。あと現在販売しているグッズや各種 SNS も貼れるので、自分がどういう活動をしているのかがすごく分かりやすいと思います。編集の仕方はすごく簡単で、ポートフォリオのテンプレートがたくさんあるので、まずそれを選んでイラストを貼っていきます。ポートフォリオ内でもイラストを載せるテンプレートがいろいろあるので、トップページに載せれる枚数もここで増やしたり減らしたりできます。投稿するイラストのタイトルや説明文や原寸ダウンロードの許可、閲覧の年齢制限、公開期間など細かく設定できます。で、SNS や他のサイトのリンクを貼る場合は自由拡張パーツを使います。リンク先の URL を入れて画像からも直接飛べるようにできるんですよね。で、リンク先に飛べるっていうことはアフリエイトリンクが貼れるってことなんですよ。無料のイラストサイトで何気にここまでできるのはすごくありがたいと思いました。使い方は自由でいろいろ好きに作ることができるので、拡張性がすごく高いんですよね。
で、さらに驚いたのが、これ自分の絵を見てもらうと、広告収益を受け取ることができるんですよ。YouTube や TikTok のような条件はないです。この機能も嬉しいですよね。他にも追加できる機能があって、Twitter のタイムラインと YouTube の動画をトップページに貼れます。Twitter で告知やお仕事の情報などを頻繁に更新している人は最新の情報を発信できて、ポートフォリオを見た人もわかりやすくていいと思います。また、YouTube の動画も貼れるので、自分のチャンネルでメイキング動画があれば、書いていく作業が見れるのは楽しいと思います。あと、お問い合わせパーツっていうのもあって、お仕事の依頼の必要事項や注意書き、依頼に使っているアドレスも貼ることができますんで、すごく編集の自由度が高いと思います。ここからは、クロスフォリオ内でできるショップサービスとファンコミュニティについて説明していきますね。まず、ショップサービスは、クロスフォリオのサイト内でダウンロード販売や自家通販の商品が販売できるサービスです。自分の販売したいイラストを決めて、価格や販売数を設定していきます。ポートフォリオの編集からピックアップした商品を貼っていって、ここのレイアウトも自由に決めれます。また、自家通販で商品を販売する場合、クロスフォリオ便というのが使えるので、匿名で自分の住所を伏せてやり取りができます。これから絵の販売や依頼を受けてみたいという方は、クロスフォリオで始めてみると簡単にできると思います。続いて、ファンコミュニティのサービスなんですけど、これは分かりやすく言うと、YouTube でいうメンバーシップ会員みたいなもので、月額金額を設定して会員限定のイラストなどが投稿できます。試しにちょっと0円設定で作っていきますね。これも編集画面にファンコミュニティを設定するところがあるので、とても簡単です。昔描いたイラストでも貼っていきます。で、トップページに貼るときにレイアウトもいろいろ変えることができますね。ファンコミュニティの投稿には、こういった限定のイラストのほか、イラストの描き方講座や画材紹介などを書いた記事を投稿するのもいいかと思いました。はい、というわけで、クロスフォリオではホームページを作ったことない僕でも簡単に作ることができました。テンプレートも豊富で、カスタマイズも自由度が高いので、しっかりとイラストに特化したポートフォリオが作成できると思います。ちゃんとしたポートフォリオがあるっていうのは、絵描きさんとしてのプロ意識をしっかり持ってる印象を受けますので、僕自身もこれまで描いた絵をどんどんぶっこんで、ここをフルに活用していこうと思ってます。SNS やアフィリエイトリンクが貼れる自由度は、ずっと活動してる絵描きさんにとってもすごくありがたいんですよね。僕のポートフォリオは概要欄にリンクを貼っておきますんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。ショップサービスとファンコミュニティがこのサイトで全て一本化できるので、外部サイトを利用しなくても、これから自分の絵でマネタイズできるチャンスが非常に高いと思うんですよ。閲覧数によって広告収入が分配されるのも嬉しいですしね。単純に自分が過去に描いてきたイラストをかっこよく簡単にまとめてみたいなって人にもおすすめのサイトなので、ぜひクロスフォリオでオリジナルのポートフォリオを作ってみてください。今回は簡単にポートフォリオが作成できるサイト、クロスフォリオを紹介しました。よろしければ参考にしてみてください。こんな感じでした。